ヨシアス・エルプ・プリンツツ・バルデック・ウンとピルモントは、ドイツの両方バルデック公国の構成士。バイマル共和国や、ナチス・ドイツの時代には、ナチ党に所属し、親衛隊の将軍となった。親衛隊における、最終階級は、親衛隊大将及び、武装親衛隊大将。警察における、最終階級は、警察大将。 三歳の頃のヨシアス・バルデック公フリードリヒト、その日であったシャウムブルクリッペ公女バティルディスの長男として、バルデック公国の首都、アーロルゼンに生まれた。お場に、オランダ王妃エンマがおり、従って、エンマの娘である、オランダ女王ウィルヘルミナは、重視にあたる。1912年に、陸軍士官学校に入学。第一次世界大戦に際して、 ドイツ陸軍に従軍して重傷を負った。1917年に勝位に昇進。二級鉄十字章及び一級鉄十字章を受章した。大戦末期にドイツ革命が発生するとドイツ帝国もバルデック公国も崩壊し、後世史の法的な地位を失った。バイマル共和国下ではバルデックは自由州とされた。 1918年から1919 19年にかけては、反革命義勇軍に参加した。戦後は、農業の勉強をしていたが、1929年11月1日に、ナチ党に入党。1930年3月2日に、新衛隊隊員となる。ミュンヘンの新衛隊、第一連隊、新衛隊両団、バイエルン、新衛隊集団。 南方の司令官副官となる。同時に1930年9月から1933年6月にかけて新英隊全国指導者、ハインレヒヒムラーの個人爆料ともなる。吉安はナチ党政権掌握前から新英隊に入隊していた高貴な家柄の者のとしてヒムラーから徴用された。1933年11月には、 西デュッセルドルフから出馬して、ナチ党の国会議員にもなった。1934年6月30日の、長いナイフの夜の際には、逮捕された、突撃隊指導者たちの死刑執行に当たった。1934年6月から翌1935年6月に、解体されるまで新衛隊の連絡事務所である、第五特務集団幕僚部の部長となった。 1935年5月から1936年12月31日まで、ライン親衛隊上級地区となる。1937年1月に、フルダベラ親衛隊上級地区が組織され、その司令官となる。1938年からは、フルダベラ親衛隊及び、警察高級指導者も兼務。ゴータやバイマル。 カッセル、また自身の生まれ故郷であるアーロルゼンなどの親衛隊と警察を支配した。本部はアーロルゼンにある父、フリードリヒの居城に定めた。一行、第二次世界大戦のドイツの敗戦までこの地位にあり続けた。バイマル郊外のブヘンバルと強制収容所も吉安の管轄下にあったが、 ブヘンバルと強制収容所所長カール・オット・コッホ、SS 大佐とは不仲であり、1941年から彼の不正経理について捜査を行わせ、ヒムラーの了承を得て1943年8月に彼を逮捕させている。新英大地区裁判権を有する吉安は、コッホに死刑判決を下させた後、当時の処置として一般的だった。 前線送りの代わりに執行猶予が後に下されることを防ぐため、ブーヘンバルと強制収容所を去る前に重殺刑にしている。敗戦直前、ブーヘンバルと強制収容所の囚人を移送させる、際に収容所に残った囚人をすべて抹殺する意思を示した。逮捕後の吉安1945年4月に連合国軍により逮捕された。 1947年8月に、ダッハウで、アメリカ軍の軍事裁判にかけられて、終身刑判決を受け、ランツベルク刑務所に投獄された。週刊中の1946年に、父フリードリヒが死去しており、獄中で、バルイコールピルモント家の課長となった。1950年12月に健康状態を、理由として釈放されている。 さらに1953年には、恩赦も受けた。1967年に、ラインラントプファルツシュラインラーン軍バルドィンシュタインのシャウムブルク城で死去した。ヨシアスの死を受けて、唯一の息子ビッテキントが、バルイコールピルモント家の課長となった。左から3人目の勲章を、たくさんつけた人物が、 吉安1922年8月25日、ラシュ定でにおいて、オルデンブルク大工場、アルトブルクと結婚、一難四条を設けた。ありがとうございます。